働く、ポスドク博士研究員とは、博士号を取得後に、人気性の職についている研究者や、そのポスト自体を指す語である。英語圏での略称である、ポストドックに習って、ポスドクと称されたり、博士後研究員とも呼ばれる。一般に、ポスドクの故障が知られていることから、本項目では、ポストドクターと記述する。科学技術、学術政策研究所は、 ポストドクター等について、博士の学位を取得した者または、所定の他人を習得の上博士課程を退学した者のうち、人気付けで採用されているもので、一大学や大学共同利用機関で、研究業務に従事しているものであって、教授、准教授、助教、助手等の学校教育法第92条に基づく、教育、研究に従事する職にない者、または、 二独立行政法人等の公的研究機関において研究業務に従事している者の,のうち所属する研究グループのリーダー主任研究員等の管理的な職にないものを言うと定義している2020年代の現在継続的に研究を続けることができる人は限られており競争的研究費を獲得できないと離職せざるを得ない場合も生ずる一方 日本では、ポストドクター制度が本格的に運用されるようになってから日が浅く、キャリアパスが十分に整備されているとは言えない状態が続いていたが、今となっては、国際的にポストのない状態が続いていると言える。2020年に、ゲノム編集技術、クリスパーキャス Q の開発で、ノーベル化学賞を受賞したエマニュエル・シャルパンティエ、博士でさえ、ポスドクとして、 複数の国で、いくつもの研究所を渡り歩いた経験があり、公費による若手研究者の支援の重要性を説いている。2020年代の日本は、大学院生と助教の間に位置づけられた人気付きのポジションが増えてきた。これらを一般に、ポストドクト呼び、日本学術振興会特別研究員や21世紀、COE 研究員などが、ポストドクターの身分として有名である。 旧文部省の旗振りで1990年代から始まった大学院重点化計画によって大学院の定員が増え、その結果、博士号取得者が増加した。増加した博士号取得者の職を補う形として、科学技術基本計画の一部であるポストドクター等1万人支援計画が実施され、ポストドクターの人数は増加した。 一方、ポストドクターを経験した、博士号取得者の行き先として考えられる大学、研究所の定員は増えていない上企業等の博士号取得者採用数が極小化の一途をたどっていることから、将来の展望を確立できないまま、年を重ねた、博士号取得者が、毎年大量に溢れることとなっている。同時に、日本国外の日本人ポストドクが、 日本で就職できる機会も限られてきており、結果として、頭脳流出が1970年代から起きている。こうした状況に対応するため、文部科学省では2006年から、キャリアパス多様化事業を開始した。しかし、2008年8月4日5日の両日、自民党、無駄遣い撲滅プロジェクトチームの主催で行われた、政作棚卸し作業では、 いわゆる自己責任論を標榜する立場から、無駄な事業との厳しい否定的な意見が多数、表明される結果となっている。科学技術、学術政策研究所の調査結果によれば、2015年度において、ポストドクター等が一人以上在籍していると、回答した期間は1147期間中305期間、2015年度における、 我が国のポストドクター等の延べ人数は15,910人で、前回調査の16,170人から、微減傾向、ポストドクター等の分野は、理学が最も多く5,812人、ついで工学3,526人、保険2,571人、農学1,382人、人文1,229人、社会714人であったといった実態が、 明らかになっている。この調査結果から、ポストドクターは、約90%が、理系分野で占められているとわかる。2015年度に、ポストドクター等であったものの2016年4月1日における、就業状況は、ポストドクター等を継続している者が11,118人、ポストドクター等から、大学教員や、その他の研究開発職等に、 職種変更した者が4536人であった。また、職種変更した4536人のうち、大学教員等の研究、開発職に就いた者は2354人、非研究、開発職に就いた者は290人であった。なお、進路を、負傷とした者も,も36.4%存在する。2004年に、 文部科学省から発表されたデータによると、博士家庭修了者のうち、不詳、死亡等のものの割合は11.45%となっている。このような現状を皮肉に表現した、博士が102、ニール村という作者不明の創作動画がインターネット上に公開され、一部で話題になった。博士号取得者のうち、実殺者、行方不明者が、 相当数を占めるという内容である。ただし、この、不詳、死亡については、卒業後、調査期日の5月1日までに死亡したものと、学校で卒業後の状況がどうなっているか、全く把握できていないものと、定義されており、すべてが死亡、行方不明を意味するわけではない。この捜索動画は、調査不備による、統計上の不備をセンセーショナルに取り上げたデマという、 指摘がある。また、2007年には、日本学術会議で、ポスドクの将来等に関する公開シンポジウムが、開かれ、大学関係者の間でも、一定の危機感が共有されている。2008年6月5日に、議員立法で成立した、研究開発力強化法が2008年10月21日、施行され、研究開発型独立行政法人における、 ポスドクの雇用促進などが進められている。米国やカナダでは、博士の学位取得後、半数が研究を継続するためポスドクに進み、そのうち大学の研究室主催者になるものですら、半数以下と言われている。いわゆる、ポスドクの正式な職名としては、ポストドクトラルフェロー、ポストドクトラルリサーチャーが使われ、時には、ポストドクトラルリサーチフェロー、 ポストドクトラルアソシエイトと呼ばれることもある。アメリカ国立衛生研究所から毎年ポスドクに対する標準給与が勧告されているが、半年から5年程度の経験年数で、その給与は5万ドルから6万ドルとなっている。なお、実際の給与は個々の契約によって大きく異なる。アメリカ合衆国のポスドクの研究環境で特に際立っている点は、 100%の時間を研究に避ける点が極めて少なく、大抵の博士号取得者は何らかの形で教えることになる点が大きいことである。研究室主催者になると平均の研究時間は40%程度に減少し、それ以外は教育や雑用に割かれることになる。米国のバイポスドクの研究分野は、 生命科学分野が半分以上で最大を占め、米国以外の出身国はロシアを含むヨーロッパ諸国、中国、インド、日本の順番となっている。大学内でのポジションとして、ノンテムレ、トラックファカルティのアジャンクトプロフェッサー、ビジティングプロフェッサー、ビジティングアシスタントプロフェッサー、レクチャラー、インストラクター等の教員を呼び、クリニカル、トラックファカルティの クリニカルプロフェッサー、クリニカルアソシエートプロフェッサー、クリニカルアシスタントプロフェッサー、リサーチ、トラックファカルティの、リサーチプロフェッサー、リサーチアソシエートプロフェッサー、リサーチアシスタントプロフェッサー等と呼ばれる、教授職に就く場合もある。ポスドクのその後はおおよそ最長7年以内で、研究室を取材するプリンシパルインベスティゲイターである。 アシスタントプロフェッサーになるのが最初の関門と言われている。しかしこれはまだ手ぬれではなく、いわゆる手ぬれトラックと呼ばれるポジションで、その後再審査を受けながら手ぬれのアソシエートプロフェッサー、プロフェッサーを目指すことになる。米国にはポスドクの境界がありポスドク同士の情報交換などで成果を上げている。英国などについては、 欧州での研究経験のある著者がヨーロッパでのポス毒の状況を述べている記述がある。ありがとうございます。